はいどうも、リュウケンです。リュウクラ2パート62やっていきましょう。ということで、お久しぶりでございますだいぶね久しぶりに、リュウクラをね撮るんですけども、前回からね本当に全くねやってなくって、ウォーデンをトライデントでこうはめて倒すっていう、そういったね動画をやったんですけど、それから、本当にね触ってなくて、このまんまの状態になっております。最後のあの動画を上げたのが6月のね25日かなだったんで、本当に約2ヶ月ぐらい、空いてたということで、はい。なので今回はですね、なんでね、2ヶ月も空いたのかということと、ありがたいご報告がね、一つありますので、まあ、そちらをね、話しながら、ちょっとね、マイクラをやっていこうと思います。さあ行きましょう。もうね、前回ここでね、ウォーデンをね、はめて倒して、そっからマジで何もやってなくって。なんで、とりあえずアイテム。そう、アイテムがいっぱい入ってね、これ、ウリボーのやつ入ってんだけど、で、今日はですね、まあ、見てわかる通り、ウリボーもね、いません。まあ、ここにいてもしょうがないんで、一旦ね、拠点に帰ろうと思います。で、帰りながらちょっといろいろとお話しましょう。よいしょー。さあ、家の方角がちょっと若干うる覚えだけど、多分向こうだろう。じゃあまずですね、何から話していこうか。まず、嬉しいね、ご報告というのがね、ありまして、それがですね、このね、リュウケンゲームズ、チャンネル登録者数がですね、1500人をね、突破いたしましたー。パチパチパチー。このね、2ヶ月間ね、ほとんどね、動画上げられてなかったんですけど、まあ、嬉しいことにね、チャンネル登録してくれる方がいまして、1500人をね、突破できました。で、1500人突破したということで、とある方からメッセージをいただきましたので、そのねメッセージをね読みたいと思います。リュウケンさんへ、チャンネル登録者数1500人突破おめでとうございます。ありがとうございます。お祝いに欲しいものはありますか？ウリボーはカエルさんのライトが欲しいです。カエルさんのライトで新しい施設をウリボーリゾートに建設したいです。たまにはリュウクラ島にも戻ってきてね。ウリボーリゾートの主、ウリボーより、ということで、はい、ウリボーからねメッセージが来ました。はい。ということでね、まあ、ウリボーくんはカエルのね、ライト欲しいってことで、そうなんだよね。この 1.19 のアップデート来て、まあ、ウォーデンが追加されてから、古代都市を探索して、それ以外のね、要素はほとんどね、やってなかったんで、だからね、ライト欲しいね。ウリボーリゾートに建設したいって言ってるからね。さあ、倉庫行ってるうちにね、見えてきました。よーし、やっと拠点帰ってきた。もうマジで久々すぎると、あれだね、わかんないね、感覚が。はい、こんな感じですね、今のリュウクラ島。あ、すげえな、こうやって見るとカラフルな感じね。いいね意外とちゃんとした島になってるね。よいしょ。ただいま。めちゃめちゃやりっぱなしな感じがすごいけど。じゃあちょっとですね、なんでね、このね、2ヶ月間ね、空いてしまったのかというね、お話をしようと思います。僕とですね、ルーミンっていう、まあ、僕のね、妻がいるんですけど、そのね、2人でやってる夫婦チャンネルがありまして、それがね、WR っていうチャンネルがあります。で、そのね、WR チャンネルで、こう、実写動画をね、やっていこうって話になりまして、で、そっちで今ね、実写動画をね、更新してます。まあ、かなりまだね、始めたばっかりだったんで、そっちのね環境を整える方がねちょっとやっぱ忙しくて、で、こっちのねリュウケンゲームズはねほとんど何もできないという状況にありました。そっちのね WR の方では僕もねマスクとか一切しないで顔出ししてね実写で出てるんで、今まではですねマスクつけてリュウクラねやってたんですけど、もういいやと思って暑いし、なんで外しました。はい。やっぱりねマスクしながらね実況っていうかこれ動画撮るとね、やっぱり若干ね声がねこもって聞こえるんでね、なんとなくだけど。はい。で、以上がですね2ヶ月間ね僕が動画を上げられなかった理由と、あと嬉しいご報告でした。はい。ということでですね、今日はね何をやるかっていうと、僕ですね一回ねウォーデンにねやられて、で全ロスしてるんですよね。まあ、全ロスっつってもね、シャベルと斧は残ったんだけど、防具がね全てなくなっちゃったりとかして、ちょっとねあれなんで、今日はですねそこら辺のね武器とか装備のね復活をやっていきたいと思います。よいしょ。あいにくね、ダイヤはめちゃめちゃあるんで。どっか入ってねえかな、ダイヤ。あ、ダイヤ。あ、ダイヤの剣とかはあるから、これ使っちゃえばいいか。で、ブーツもあるんで、これは借りちゃおう。エンチャントやりたいんだけどね、エンチャントレベルがね、全くないから、ちょっと今回エンチャントはやらないかな。胸当てと、頭と、脚光。えい。あれ、その、ツルハシもね、なくなっちゃったんだよね。このツルハシはね、ラッキーツルハシつって、幸運なんで、まあ、シルクタッチのツルハシが欲しいから、あれだな。ツルハシも作ろう。このねダイヤモンドを全てねネザーライト化させたいから、あれだな、一回ネザー行って古代の瓦礫をねちょっと見つけに行こうと思います。行くにあたってちょっとね掘らなきゃいけないから、ちょっと効率をつけたいんだよね、このラッキーツルハシ。これ効率3だからさ、効率5とかしたいけど、さすがに5はきつそうだから、効率ねえな、多分効率なし、残念すぎる。あー、そして夜か、夜か、寝るか。おやすみなー。そい。
ちょっとネザイってレベル上げてこよう。よいしょよいしょ。僕のチャンネルですね、ありがたいことにね、結構ねショート動画をね見てくれる方が多くってですね、なんかそこからね入ってきてくれる人もね結構いるんですけど、ウェイ到着。ここがね僕のね経験値稼ぎ場ですね。覚えてるかな、このなんだっけあれ、ブレイズトラップですね。てかあれか、なんかこれ変だと思ったらあれか、今ピースか、これラインドハード、これまだ使えるかな、っていうかアップで来るとね結構ね使えなくなるんだけど、これ 1.19 で使えるんか、見た感じ使えそうだ。あ、来た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 、ほらポテトが来たよ、いっぱいポテトマン、ポテトマン、ミスターポテトマン、いらっしゃい。なんで来ないの。はい、来た、ポテト上がりました、おいめっちゃ早い、経験値貯めるめっちゃ早い。まあ30ぐらいまでちょっと貯めていこうかな。さっきも言ったんですけど、ダブル R っていうね、まあ夫婦チャンネルなんですけど、もう本当にね夫婦のね日常をね、まあ動画にした感じの、チャンネルをねやってるんですけど、うん、まあもしね興味がある人がいたらぜひね遊びに来てください。はい、まだね本当始めたばっかで全然ね動画本数がね少ないんで、まだまだあれなんですけども、まあただやっぱりそのダブル R の方もかなりね頑張って、やっていきたいなと思ってるんで、まあだから昔ほどその龍拳ゲームズいっぱいね動画ね出せるかどうかちょっとわかんないんですけど、まあ、龍拳ゲームズもちょこちょこ動画を出しながら、そっちのねダブル R でもちゃんと活動していきたいなと思っています。はい、って言ってる間に、エンチャントレベルがね15ですね。意外と時間かかるのこれまあ今日ねネザライト全部できなくってもまあいっかって感じはするんで、てかあれか、俺ダイヤの脚光なんかダブってねダイヤの脚光持ってんじゃん俺。あ、ちなみに高速スニークってあれさ、なんかあれから重複するのかな、あ、そこらもちょっと見てみよう今回。高速スニークはね 1.19 でね追加された新しいねエンチャントなんだけど、まだね使ったことないんで、どんだけ高速なのかね見てみたいなと思ってるんで、よし、まあこんだけあれいいか、とりあえず1回終了。よし、30まで意外と遠かったからやめますもう気楽にやる、気楽に、うん、よし、ただいま帰りました。よいしょ、高速スニークってあれかな、2が限界か、ちょっと高速スニークつけよう。よいしょ、高速スニーク、え、あれつけらんない、あ、逆、あ、違う、あれ高速スニークつけらんない、なんで、あれか、防護とかと、え、あれダメなの、高速スニークはなんでつけられないんですか足じゃないとか、あ、足じゃねえんだ、脚光なんだマジで知らんかった。え、じゃあ、あ、つけられるじゃんこれで。じゃあこれ防火4、トゲ2、高速スニーク2、耐久力3、シューズ1。はい、じゃあこれでいきましょう。よいしょ、できた。一回ね外した状態でスニークするとこんな感じ、これが通常スニーク、うん、遅いね。じゃあ次高速スニークいきます、せーの、ゴー。あー、早い早い、確かに、おお、確かにこれだったらスニークしながらウォーデンから逃げられそうな気がするわなんか可愛いなこの体勢、よかった。これなんか水中移動とか氷結歩行とかそこら辺のねなんかバッティングするのかなとか思ってたからね、しないんだったら全然これありっすね。よっしゃと、まあね今日はねこんな感じでかなりねあの緩いというか、どっちかというと今日はあの報告会というか、新しく夫婦チャンネル WR っていうのを始めましたよっていう報告と、あとこのね龍拳ゲームズのチャンネル登録者数が1500人突破しましたっていう、お知らせでございました。いやー本当にね登録してくれてる皆様本当にありがとうございます。当然ね WR 実写の方をね結構頑張ってやっていくんですけど、このね龍拳ゲームズもねもちろんね動画どんどん出していきますので、よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。龍拳でした、グッバイ。